お疲れちゃんです、ラットです。というわけで今回もクラッシュロイルやっていくんですけど、今日はですね、なんとバランス調整が来ました。新環境にね、3ヶ月ぶりになりました。今なって直後でございます。というわけで、新環境なんと16枚のバランス調整がねされました。でこのバランス調整の記事いくと多分全部まとめてあるんですよ。で今日この16枚すべてを一度ちょっと使ってみようかなと思います。どんぐらい弱くなったのか強くなったのかっていうのをちょっとね、この動画で分かりやすく説明できたらなと思います。簡単に、まあテスラがね、下方ボムタワーが、まあ、稼働時間5秒伸びる強化で、縦の選手が攻撃力のね、強化ですね。であとダクネがね、これ結構変わったんですけど、あのダクネ死亡時にコウモリが今までね出てたと思うんですけど、それが出なくなりました。ですがその代わりにダクネから生まれるコウモリが最初のね、一番最初のコウモリ生まれるまでが4秒から1秒、そして生まれてからが、次のコウモリが生まれるまでが7秒だったのが5秒にね、短くなるっていうので、まあ下方に見えるけど実際どうなのっていう、全然ぶっ壊れなね可能性もあるかなっていうのが今回のダクネの調整ですね。今回のね、ダクネの調整ですね。まあもっと下方してよかったね、ゴコスに。でマザネクロはヒットポイント 4% 減少。でもね、これでね、ヤナアメウッドで処理できるようになったらしいんですけど、ヤナアメウッドのデッキ編成ってないんですよ、ぶっちゃけ。だから、正直そんな大きな下方ではないのかなっていう、今後もちょっと強そうですね。で、ポイズンですね。これ、移動速度遅延効果がね、つくようになりましたので、これ結構でかいと思うんですけど、このマザニクはね、正直僕の中ではそんな下方にはなってないので、このまあ、ポイズンと対立して、ポイズンが増えるんだけども、そのポイズンに対してそのマザニクが強すぎてどうなるんだろうっていうのをちょっとね、試しながらできたらなとも思います。デイリージャー 4% 下方。足りん。ボンバー 0.5 マス分。射程下方。足りん。ハンターが一応衝撃がちょっと速くなるっていう強化ですね。まあ、まあまあまあ、使えないことはなそう。で、ファインスピもゴブリンバレル完封できなくなる下方になったので、ちょっと減るんじゃないかなと思いますね。まあまあ、ファインスピのメリットがもうそんなないですね。で、墓石、破壊時のスキルトン1体増える。関係ない。で、ロイジャイの衝撃がね、ちょっと遅くなる。あんま変わんないんじゃないかな。結局強いっすよね、ロイジャイ。まあでも今まで入ってた一発が入れないっていうのはでかいかなっていう。で、ゴブリンは、なんかユニット囲めるみたいですね、ゴブリンで。まあまあ変わんないよね。で、雪玉、これもちょっと強いですね。ノックバックの強化ですね。なので、これでゴブリンバレルを完封できるようになったみたいです。いや、マジで常にね、枯渇はいじめられますね。雪玉結構増えそうな気がします。で、ゴブトレ破壊時のゴブリン1体減る。あんま変わんない。ロイホグダメージ 6% 増加。あんま変わんない。というね、修正で、なんかキャンペーンとかもありますので、ぜひ読んでみてください。というわけで、早速16枚やっていきます。で、まず、こちらね、ファイスピと、ボンバーと、ゴブドリ、テスラ、ポイズ、5枚もね、出資されたので、ちょっとこちらがやっていきたいと思います。さあ、というわけで、5枚調整されてますから、まあ、どうなってるのかね。まあ、注目は、まあ、やっぱポイズンですよね。ポイズン、あと、ゴブドリの、壊れてから出るゴブリンが1体減ってるってことは、3体今まで出てきたんですよね。2体になってるっていうのも結構ね、弱いんじゃないかなっていう。さあ、ゴブドリいきます。まあ、このなんかね、事前に入る1発2発とかも強かったんですけど、いや、これですね、こっからの、あ、なんか少ねえな。なんか少ねえなって感じっすね。うん。でさ、ボンバーの範囲も一応減ってはいるものの、めちゃくちゃなんかちっちゃくなってるかって言われると、まだわかんないね。さあ、この U の追加も強いですからね。U のに？あ、U のに竹が行けばもっと熱かったけど、まあまあさ、今回相手はロイ・ランバーっすね。いや、地味に厄介なデッキ引いたな。相手のベビドラとメガゴが。さあ、で、ポイズンは、一応遅延効果ができたとはいえ、ロイ・ジャイの防衛にそこまで役立つのかっていう。で、相手のロイ・ジャイも一応解放されてます。一応ね。衝撃ですね。最初に殴るまでが、一応ちょっとだけ遅くはなっているので、まあちょっと弱体化されたのかなっていう。まああんま分かんないね。わかんないね。基本的にわかんないカードばっかだな。さあ、ドリルで攻めます。さあ、マスケだ。相手あの、なんだ、め、うわ、ゴブリンでも少ねえな、ちょっと。なんかがマスケになってんだな。うん。さあ、テスラ置いてあげて、ヤナアメもありましたからね。さあ、ここはしっかりユニットでね、守り。テスラもこれ稼働時間下がってるので、気持ち HP がなんか減ったような感覚に陥るかもしれないんですけど。
あんま変わんねえな今んとこ。さあ、マスケロイっていうちょっと珍しいロイ引きましたね。さあ、ここからだね。アイドルベビードラゴンちゃんが結構めんどくさいね。で、タル系がないのかな、もしかして。おい、逆サイ、た、引っかかった。いや、ゴブリンこれ1体少ないだけでなんか圧が全然ないっすね、今までみたいに。1体減っただけなのにっていう、そんな変わるっていうぐらいなんか弱い気がする、感覚的にね。わかんない、実際め全然変わんないのかもしれないんですけど体感なんかあれって、前ほどの圧がなくねっていう。そうそうそう、いやこれさ、あんまテスラとかが加工されたのかわかんないですね。他がちょっと今まで通り普通に強くてさ、U のゴーストあたりがさ、いやでもテスラ、いや普通に使えるっすよね。テスラは多分ね、今まで通り絶対使えますね。もんでゴブドリだな。これはゴブドリが加工されたことによって、これぐらいしか削られてないのか、逆に加工されてもこんだけ削られてるのか。さ、ブッパ。いや、これもだって、ユニットが強いからね。いや、だボンバーなんかさ、その射程が短くなったからか、今まで君そこ歩いてたっけみたいなとこ今歩いたっすよね。だからそっから投げればいいのにみたいな。そっから攻撃すればいいじゃんっていうとこ今投げやがったな。歩くのをサボり始めた。ああ、言うの強い。いや、なんかドリル、なんか物足らんね。前が強すぎたから気持ち物足らんすけど、どうだろうな。まあ、ゼロではない。ゼロではない。けど、なんか一回じゃ全然わかんなかったね。やっぱ前はね、無視した時にタワー余裕で折れたっていうのが強かったんですけど、それがなくなるってなったら、ちょっと弱くなってるかもね。前ほどめっちゃ流行ったりはしなさそう。さあ、続いて、ダクネですね。変化がいっぱいあったダクネと、ポイズンまだ使えてない。あと、雪玉。で、強化されたボス的立て線っていうね。これも5枚修正入ってるね。英語釣りやっていきたいと思います。で、ちょっとメンテナンス開けてすぐっていうのもあり、クラロはマルチ当たんなすぎて、ちょっとグラチャラに切り替えます。さあ、で、今回ね、調整されたカードいっぱい入ってますけど、まあ、ダクネ。ダクネとあとポイズンね。ちょっとポイズンさっき使えなかったのね。ちょっと、ポイズンもね。わーお、すごいな、これ。これ、俺の、墓石が、まあまあまあ、一発で抑えられるなら悪くないでしょう。墓石もね、強化入ってますから、壊れた後のスケルトンの数注目よ。1体増えてるよ。そんな気づくわけねえだろって感じなんですけど、そこじゃないんだよなっていうね、墓石の強化する点もありながら、さあ、これ墓石と同じぐらいの感覚でダクネ出てくれねえかな、コウモリ。いや、いや、はいよ、待って、ダクネの、やっぱ最初のコモリバカ速くなってくる。4秒か1秒とかになってるんで、バカ速い。あとはこの雪玉ね。雪でノックバックの威力も上がってるので、インドラが前よりね、めっちゃノックバックしてるはず。あんまわかんないかもしれないけどね。さあさあ、死亡時コモリないね。まあないけど、結局死ぬまでにたくさんコモリ出すからみたいなね。わあ、さあ今回って、バルーンですね。バルーンだけど、雪玉だから意外と頑張れそうみたいな気もしないことはないが、なんかね、この墓石立て線がヘッポコだな。なんかこのデッキすごいヘッポコなのは気にしないでください。僕メンテ後のね、バランス調整されたカード多めでと思って組んだんですけど、だからこそちょっとヘッポコユニットしかいない。さあ、いけ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 、意外とコストがないぞ。さあ、ヒギラバ削りでダクネで守っていこうかな。いや、でもこのさ、コウモリ見てよ。これやばくない？もう見てよの瞬間にはコウモリ産んでんのよ。優秀すぎん？いや、ダクネー。絶対強いと思うな、俺。どっからどう見ても。死亡時がいないけど、死亡するまでにコウモリ産みすぎやろ。マジで昔のぶっ壊れ時代と春ぐらい、強い気がすんな。ね。死亡時が、あ、でも死亡時ねえのか、今。いや、でも死亡する前にギリギリ出していく。ああ、これフリーズ使わせられたら、まあ、でかいっちゃでかいけど、なんか、きつくね。対空がね、もう墓石が世界一活躍しない世界ね。うん。さあ、まあ、ダクネからのこのコウモリでもちょっと無限に頑張ってもらって。よしよしよし。いや、いいよ。全然いい、全然いい、全然いい。あれなんかさ、
いい感じにターゲット取れねえかな。ターゲット取ったところでみたいなのあるんですけど。よし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 。で、ダクネ。ダクネ。ダクネ。いや、ポイズンさ、なんか使うタイミングはさっきからねえんだな。バルーンの棒ポイとか。ちょ、ここ棒ポイ貼っとくか。一応、なんかドラゴン多いしな。ちょっと怖いんでね。一応棒ポイって、これ遅延効果かかってるぞ。いや、わかんねえ。絶妙すぎるだろ、遅延。マジで絶妙すぎる。あ、インドラマジで邪魔だな。インド邪魔だけど、ダメージ勝ってるから。ここで、イモル。イモル作戦。イモル作戦とか言って、ラバで攻めちゃう。さあ、これでも耐えれるんじゃないか。雪玉のノックバック強くなったかな。結構でかいと思うぞ。で、ここで、攻めてからの、防衛雪。いやでもバルーン結構戻るな。いや入るんかい今の。いやでも分かった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 。危ねえ危ねえ危ねえ。いや結構なんか今まで以上にバルーンがね、遠くに行った感はあった。気のせいかな。やってみた感じ、墓石は変わんないね。縦の戦士も、なんか使えないことはなさそうだけど、なんか強化されたなっていう変化はないね。まあ相手がバルーンだったっていうのはあるかもだけど、ダクナはなんか全然違ったね。全然違ったけど、なんかめっちゃ強そうな気がした。うん。で、ポイズンもちょっと、もうちょっと使いたいね。はい、続いて、ロイホグもね、実は攻撃力が 6% アップっていう、めっちゃちっちゃいんですけど、まあそのちっちゃいダメージ 6% がでかいですから、強化されたんでね。あと、ハンターもね、衝撃早くなりました。というわけで、このデッキやっていきたいと思います。さあ、よろしくお願いします。今回ね、ハンターも強化されてて、ハンターとポイズンとかって、結構、組み合わせのなんか相性がいいんですよ。それこそハンターポイズン、ハンターポイズン雪玉とか、こうセットとしてなんかね、すべてが全部強化されましたので、その辺の使用率もね、もしかしたらすごい増えるのかなっていう。で、ハンターが増えたら増えたで、そのハンターに対して強い、まあ、マスケとか、まあ、射程距離が長いやつもね、強くなる可能性もあるっすね。さあ、というわけで、まあ、6% 強化されたロイフグ、一旦飛ばしてみるか。どんぐらい変わんだろうな。ぶっちゃけあんま変わんない？さあ、言うの。いやー、気づかん、気づかん。6% 気づかん。カウンターがえぐいって、しかも。まあ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 。6% ね。でも気づかんところでね、残りあと1で負けたとかいう試合がね、まあ、今後もあるかもだけど。その 6% のおかげで勝てることも、まあ、多分あると思うのでね。さあ、イリーババまあなんか、硬いっすね、今回。まあ、ハンター、いや、早いね。今最初の攻撃がね、多分今までだったらもうちょっと待ってたんですけど。いや、衝撃早くなってっか、ハンターってことは、もうトリトンとか今回解放されなかったので、マジトリトンハンターの、まあ、ロイジャイ。まあ、ロイ解放されたものの多分トリトンハンターが強いから、使える。トリトンハンター、ロイ、まあ、トリトンハンター、キョロイとかもワンチャンありだね。あとは、まあ、トリトンハンターしか出てこんな。まあ、ハンターディガっぽいとか、ハンター、まあ、三重士のね、陸の枠が、陸じゃない、空の対空の枠がハンターだとか、ハンターちょっとチラチラ見えそうな気もするね。うん。今のところなんか、いいね。早い。バルーンとかにも戦えそう。ハンター雪玉でね、全然強いし。ハンターはすげえ増えそうな気もするな。これね、衝撃が早くなってる。まあまあ、普通って感じですね。多分、ハンターはめちゃくちゃ強いってよりかは、なんか普通に使えるようになったっていう。前までもう、オアだったじゃないですか。ハンターとかも使ってるやつ、ほぼいねえやなっていう。物好きな方がまあ使ってたぐらいはありますけど。よいしょ。いや、いいね。このミニペハンターが、ね、ゴーストとか言うのに強すぎる。まあ、アジアチャーは出してないんですけど、まあまあ、ハンターがね、頑張ってるんでいいでしょう。まあそんな感じですね。ハンターはそこそこに増えそうですけど。めっちゃ強いかって言われると、別にそういうわけでもないと思うんで、まあそこだけね、ちょっと気をつけて。ハンター強化されたわ、わーいってやると、なんかあれ？普通に負けると思いますね。めっちゃ強いではない。やっと使えるようになった。そのレベルだと思います。なんかダクネとかと比べるとなんかね、やっぱ全然、ちょっと戻っただけなんで、見たことあるハンターだなって感じですね。まあ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 。まあ、ロイフグは気づかないですね。
さあ続いてスキュラポイズン、これねもう見たい人絶対多いと思うんですけど、まあ、僕やりたかっただけなんですけど、ダクネね、この強化下方か分からないけど、まあ、絶妙な変化が起きたダクネともうスキュラ絶対相性がいいですよ。そしてね、修正されたポイズンという生き玉、そしてボムタワーも5秒ね強化されましたので、設置時間がこの出来もねちょっと進化系もしかしたら暴れるんじゃないかなというわけで、さあポイユキやってきます。ポイズンそろそろ見たいよね。来たぜ。いやマジでダクネさマジ強いと思うんだけど、そのファイボとかファイボで、まあユニットで一発ダメージ与えてからのファイボで処理とか、まあポイズンでの防衛とかだからね楽になったと思うんですけど、そのスペルを使った防衛は楽になったと思うんですけど、じゃあスペルがなかった場合とか、なんかスペルを他のところで打たした場合ですね、スケラにね棒ポイントが使わせたらもうダクネ無双じゃないですか。しかもコウモリが今までより出る量増えてるとか化け物じゃないですか。ってことはこのダクネをスペルを使って処理しないとやばいですよってことなんですよ。うん、ってことは逆にここにスペルを使うと他がね行きますよって話なんですよ。でこれねこのダクネもコウモリ産むのが強くなってるから、あー埋めなかったな。埋めなかったものの、まあまあまあ、死亡する前に2体出してるんで、産んだようなもんです。さあ、そして今回はペッカ工場と。いや、もう高回転ダクネがね、世界変えると思ってください。ポイズン相手間に合いませんからね。相手も雪玉だ。いや、いいね。もう雪玉が増える世界、なんか、幸せというかなんかいいっすね。さあ、で、これもう回転範囲でね。で、このダクネが強いな。もうアイゴレダクネだけで戦える世界。いや、来るよ、これマジ。アイゴレダクネだけで。いや、このダクネやばいもんな。さあ棒っぽい、いやこれ棒間に合わんな、間に合いそうにないので雪からの助で、さあ相手ペッカラムですね。でこのダクネの、あーでも死亡時いないのなんか違和感あるっすね。ね今のも今馬こうやられた瞬間に今までだったコウモリ4体で生まれてたわけですから違和感がすげえある。うん、まあでもどうだろうなこれ、絶妙っすね。強い気はしてるんだよな個人的に。そうでも死亡自宅内がいないっていうのもなんかあれっていう気もするんですよね。さあ今回ってメガラムかな、やばいこれインドからぶち抜こうとしたらさぶち抜けなくてさカウンター来てやばいみたいな香りしない？雪玉来る？そうそうそう、まあ、ボームでね相手がね、防衛ポイズン使ってくれるってことは、ずっとこれ僕のね、ダクネとか、マスケが生きるっていう意味なので、まあこれ無限に高回転でやっていけるといいかなっていう。でも相手もなんかね、地味に回転早めっすよね。さあ、で勇気でノックバックしてあげて、延命してあげて、延命してあげてよ。で、これ今相手ポイズン使ってきたので、ここで、もうダクネスケラとかやっちゃってね。で、エリキも冴えてるんで、これ結構きついと思いますね。もう俺もこれきついんですけどね、誘導しながら耐えてあげると、いやでも死亡自宅でいないものの死亡するまでにめちゃくちゃねコウモリ産んでそのダメージが結構入ったなでさもうダクネスケラするだけ強いので積極的にしていきたいが、まあ一旦待とうか。さあボムボムタワー一応強化されたんだけどどうだろうなぁ。まあ、そんなわかんねえが。さあ、これね。ダクネが死ぬまでに頑張ってくれ。死ぬまでに頑張ってくれ。いや、死んだ瞬間でもコウモリ出ねえな。寂しいなぁ。あれ、メガネと戻ると思ったんだよな。これ、許容します。さあ。で、許容しながら、ユキ、ノックバック、エグ飛ぶな。そんな飛ぶっていうぐらい。あって、やべえ、あって、やべえ。あやべえ、待って。スケラポイズン圏内ぐらいではある。ちなみにさマスケが攻撃してくれて、あれポイ雪で落ちんのかな。いやポイ雪だとギリ落ちないとこかな。さあまあスケラね撃てば一発ぐらいほぼ角で入るのと一発ぐらいほぼ角で入ってくんなきゃ危ないでしょ。オッケーオッケーオッケー、さすがにね。オッケーというわけで、いやポイズンもちょっと増えてますね。やっぱ遅延効果出たからっていう。でもね遅延効果ちょっと相手がゴレとかね形作る系じゃないとちょっと見せられてないですね。さあ、なのでちょっと続いてね、このキョロイで、まあ、解放されたロイと、まあ、強化されたハンター試そうと思ったんですけど、ちょっとポイズンの遅延効果あまり見せられてなかったので、ちょっとポイズンでやっていこうかなと思います。さあ、よろしゅう。いや、なんか、あんま、
あんま分かんねえな。遅延だから分かんないことは絶対ないんですよ。その、まあ、ゴレとか、なんかね、そういう重量級、ラバルとか、そういうの来た時の棒ポイをね、見せられると激アツだと思うんですけど、高回転相手に棒ポイとかね、攻めポイした時に、あんま分かんないよね。さあ、ランバーですね。さあ、バルーンだった時のハンターの防衛力もね、全然変わってますから。さあ、これどうしようかな。暇になっちゃった。バルーン来る？いや、来ない。まあ、キョスケ出しちゃうか。キョスケは、今回別に何も修正されてないんですけど、まあ、キョスケのセットのハンターがね、強化されたっていうのは、間接的にこのキョスケも使用率ちょっと増えるのかなっていう。さあ、インドラ、これもザピオくんが世界変えてくれて。で、これランバーもインドも咲いて、今ボーラーも咲いた。これコストナッシングベイビーじゃない？よいしょ。ザッピー。いや、ボーラー来んなよ。おい、ボーラー。ボーラー優秀か？あのライドラ、緊急度したいね。感電で。で、ハンターの安心感やべえな。よいしょ。いや、熱い。で、あ、これ、まあ、トリトンで緊急度もう しないでいいですね。ハンターいるのさ、なんか熱いね。ハンターいるからさ、バルーン来てももう大丈夫やんっていう、この感じ、懐かしいね。さあ、トリトン、どんぐらい頑張れるんだろう。トリトンは単純に強い。ただただ、今回下放されなかったのが本当奇跡ぐらい。で、これちょっと、やばい。やばいが、ハンターの衝撃が早い。フリーズ来るが、ここで、前に、ドッスン行きたい。ドッスン行きたい。ドッスン行きたい。これもうね、きついっすよ、相手。絶対。コスト的な問題できついっす。ギリボーラーが間に合ったら引っ張ります。さあ、ギリ間に合ったが、あれ、爆破入ってんじゃないのか。さあ、まあまあまあ、これで引っ張ってあげて、相手はね、もうバルーンフリーズでコスト使ってるわけですから。ナイス！ナイス！いや、ハンターあるぞ、マジで。普通に使える気がする。足引っ張んねえ、もう、ハンターが。なんか前までハンターが、おいって。全然攻撃せんやん、みたいな。こういうね、まあ、ハンターが攻撃するの早いですから、攻撃されるな、でもすぐ。さあ、で、回転が早いのも活かしつつ、さあ、ザッピーもね、いっぱい出してあげて。いや、ハンター頑張ってる。いや、ハンター好き。めっちゃ頑張ってんじゃん。オッケーオッケーオッケー。もうこれあと20秒とかなんで、バルーンが回んないんでね。バルーン回ってくる、出したいだろうなってタイミングぐらいで、ロイとか出してあげて、まあ、ハンター置いといてあげるか。よいしょ。いや、ハンター。フリーズ。ナイス！よし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 。いや、ハンターはね、増えそうだね。しかもね、ハンターが強化されてるだけならあれなんですけど、ハンターと相性いい、ポイズンとか生き玉とかね、そう、セットで強化されてるっていうのがやっぱでかいですよね。ポイズン使うとこないやないかい。さあ、というわけで、ラストはね、加砲されたエレジャイ使ってみようと思うんですけど、で、マザネコも加砲、ボンパーも加砲なんですけど、ちょっとポイズン、マジであの、遅延効果をみんなに見せられてないと思うので、ライトニングポイズンしますね。さあ、よろしく。で、マザネクの顔、俺、正直、信じてなくて、ヤナアメウッドで倒せるよって、ヤナアメウッドのデッキはね、今までないんですよ。存在しないから、ヤナアメウッドで倒せるよ情報いらないんですよね。ってなった時に、ポイズンが流行る。今ね、強化されて。ってことはもう、マザネク環境やんって話なんですよ。マザネクバカ強いと思うんだよな。逆に。ね。ポイズンの強化もされてさ、もうこんなんね、守れないからね、守んないっすよね。いや、耐えれるな。さあ、これボンバーの範囲がね、狭くなってるのお分かりいただけたでしょうか。僕は分かりませんでした。あ、墓石ね、強化されたからって思ってたら墓石使ってるんですけど、絶対弱いですから。よし、行きます。墓石がね、輝く時代はね、ほんと4年前ぐらいですね。よいしょ。エレジャイの HP が減ってる、もしかして。なんか前だったら、もうちょっとあったよな。いや、気のせいかな。いや、気のせいじゃないと思うな。HI なんか、タワーに届いた時に、そこそこにあってさ、ね、いや、でもそのそこそこでタワー落とすんかいみたいな感じだったと思うんですけど、もうなんかそこそこもなかったもんな、今。で、相手やっぱポイズンね、この遅延スキャラのポイズンとか、間違いなくポイズン入るから、もう、マザネクパーティーっすよ。時代来たっすね。マザネクの時代が来ちゃった。いよいよ。またかっていう。ポイズン強化でマザネク時代まだ来ちゃったかって。さあ。まあこれね。ダメージ受けちゃいましたけど、
受けたもののエリアドすごいです。あえてナイトスケラポイズン使って僕はマザネクだけで守ってます。エリアドパーティーですっていうね。しかもたまたま墓石をポイズンで溶かせるっていう。で墓石さ、じゃあポイズンさ、本当に全然わかんねえじゃん。あいつのなんかもっとこう大型引きたいね。大型にさスロー効果上げてかけてあげたいと。もうポイズンとかにさスロー効果かけてもおもろいそれって。あ、ポイズンじゃねえわ、なんだベビードラとか、もうベビードラとかにスロー効果与えて、そうおもろいかって話なんですよね。さあほらベビードラ今のね一瞬動く移動ちょっと遅くなってるとかわかんないでしょもう全然わかんないよ。さあこれさすがに負けたら笑えないんで棒ポイしようかな。さすがに笑えないんでね、これ負けたらちょっと棒ポイしてめっちゃ確実にいくっていう。さあいやでも入るすぎやろ。あーさすがにこれ相性いいな。相手墓石でね、エリジェもなかなか止まんないし、ちょっとボンバー残ってるから、あん墓石よいしょ。さあエリジェにまとめてあげて、いやエリジェ 4% か、意外となんか縦線とか墓石の強化とかよりは意外と 4% の加法を大きく感じられたっすね。はい、というわけで一応16枚修正されたカード全て使ったんですけど、ポイズンちょっとねまだあんま分からなかったと思うので、ちょっとポイズンもう一回使いますね。いや本当にねマジポイズンの遅延効果を味わいたすぎる。早くお願いゴール来い、お願い大型来い、マジで大型。いやこれでもうねなんか高回転ゲーだったら、ちょっと高回転ユニットにポイズン当ててどんぐらい遅延してるのかちょっとね測りたいと思います。さあボンバー、いやあるな、ボンバー大型だからな。遅延ボンバーも加砲されて 0.5 タイル分範囲が狭まってます。いや来たぞ、これ一回守るか。まあスケロ打ってもよかったけどね、多分ダクにさ火力が上がってるから結構溶かせると思うんだよな、ダクネだけで。さあこれでゆっくりになってるぞ。お、え結構遅い、結構遅いよね。ね、どう、いや結構遅いね。え、これだけでめっちゃゆっくりやん。おーい、元からその速度にしてほしいな。ちょっとダクネはいいんだけど、ゴレはね通常ステータスとしてその速さにしてほしいな。ね、そんぐらい顔ちょっと足りないんだよな。いや待って、やばい、感動だわ。ちょっと待って、いやマジで感動するね。でダクネさ、その結局死ぬまでがめっちゃ強いわけなんで、延命してくればいいんですよねダクネを。で雪玉のノックバックも上がってるんで、ちょっとね、おい、いやいい。いやダクネが、いやこの死ぬまでにめっちゃコウモリ作る。いやもう一回、ああもう一回は作れないか。いやいいよ、いいね。いややば、ちょっと待って感動する。これマジ3年4年ぐらい昔はねこれが当たり前だったんですよね。これに相手の攻撃遅延もかかってたから、ユニットの移動だけではなくね攻撃するのもスローだったんですよ。でも相手はこのねダークネクロにびっくりして無視せざるを得ないよね。いや待ってマジか、感動だな。いやでダックネこれでも死亡時いねえのか、あれダックネなんか絶妙だな。めっちゃ強いわけではないけどね、別にめっちゃ弱いわけではないか。うん、いやボブするか、しなくてもいいんだけど正直、記念にね。いやーやっぱ遅くなってる、バカ遅くなってる、全然遅いよな。いやダックネ死亡時おらん全然おらん。今回のやつさ、ザップだったからさ、ライトニングとかないんだよね。さすがにそれは相性が良すぎる。いや、いいね。なんかすごいね。なんか夏いわ。夏い。うん。夏いね。よいしょ。さあ、これがもう強すぎてね。防衛ポイズンしときゃ止まるだろっていう。で、ダクネが死亡事故をバレてないから、安心安全なのよね。いや、いいね。さあ、これ最後もスケラポイズン打ってね。で、ダクネも添えてあげましょう。ダクネのこのコウモリが強いので、これだけでなんなら攻めがね、完成する。で、ユキを打ってあげましょう。ポイ圏内、ナイス。まあ、さすがにね、相性がいいのと、ポイズンの遅延が、マジでいいね。いやー、これやっと味わえた。
はい、というわけでちょっとね、めっちゃいろんなカード使ってどうなったのかなって検証したんですけど、まあダクネタポイズンが変わりすぎてんね。うん、でもダクネはちょっと普通に強い気がしたね。まあ最強かって言われると、でも死亡時ないのもちょっとやっぱでかかったからちょっと違うんですけど、まあ普通に今まで通り使えるかな。でポイズンはね、今までより使えると思うんだけど、結局大型には強いんだけど、それ以外の高回転のマザネクとかそういうの普通のね、デッキ引いた時にあんま活躍できないんじゃないかなっていう思いがあるので、ちょっとそこのところもね、ちょっと様子見ながら新環境どんなデッキで流行ってくるのかもね、ちょっと楽しみにやっていければなと思います。というわけで、ね、またね、良さげなデッキ登場しましたらたくさん紹介したいと思うので、ぜひそちらもチェックよろしくお願いします。よければチャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。ではお疲れ様でした。またね。